はい、よいしょ。はい、お願いします。あ、高坊さんだ。戻るよさん、お久しぶりです。こんばんは。花フラワーの19時から。はい、やってまいりました。花浦の19時からでございます。はい、お願いします、8回目。おお、8回目。8回目ですか。8回目でございます。そうですか。はい、いい数字じゃないですか。いいね、8回目なんて。8回目の19時から。8回目の19時から、いいじゃないですか。もう8回も19時からやってるんですね。そうだな。8回も19時になってるってことですもんね。そうだな、まあ、それ以上になってるけど。それ以上にはなってるけど。FM ギノワンではもう8回も19時になってるんですよ、うん、久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。先週はね、収録回収録で、うん、いいね。未来へ向けてな、放送したってことだよな。そうですね、うん、どうだったんですかね。確かにな。うん、先週のね、うん、なんかなんだっけ、未来のね自分たちにとか、うん、結プロポーズとかね、はいはいはい、する人たちにもなんかいろいろと手伝ってあげたいなって話したんですよね、うん、収録の時ね。収録の時にね、うん、プロポーズを収録して、そう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 、その19時の時間帯にそうプロポーズしてもらって、そう、うん、そういうのやりたいね。それもできますよと、はい、そういうのもね、うん、募集してますよと。まあね、あのオプションでね。はい、しっかりお金はいただきますよ。あ、それはそうですよね。はい、給料何ヶ月分かいただきます。結構もらうね。結構もらうな。あ、吉本通してね、ちゃんとね、ちゃんと吉本通します。まあ、という、映画祭が、はい、先週のありましたね、土日か、土日になりました。土日になりましてね、ありがとうございます。その時に、うん、あったんだよね、そう、リスナーさん、そう、ロアさん、ロアさん、ロアさんに会ったんだよね。ロアさんに会ったんすよ。ありがたいね。土曜日声かけれてよかったです。ああ、そう、ああ、そう、うん、来てる。糸満のククルで声かけたこともあったので2回目でしたって。あれ？あれ？糸満のククルってあれじゃない？糸満のククルでね。ククル糸満シャボン玉石鹸。ああ、そう、ククル糸満でしょ。糸満のね。声かけてた。ロアさん。え、アラマンダの時もしかして、もしかしてじゃなくてか、あれかな、一回お笑いライブがあったよね。ありました、ありました、ありました。その時か、うん、アラマンダでもやってるでしょ。アラマンダもやってる。思い出した。はい、これね、はい、グレキンでしたね、これね。石垣の話したよって。はい、思い出しました。ロアさん、本当か。あの時でもロアさんって言ってなかったから。本当か。言ってなかった、言ってなかった。やってない、これ。いやいや、やってない。俺覚えるんで。人の名前は覚えないけど顔は覚えるんですよ。俺マジ初見の感じ出したよ、映画祭の時。ロアさんだーっつって。あなたがロアさんっつって。あ、いや、なんか名前はな、これでマジで、2回目だったら、俺も2回目だったら申し訳ない。いや、領事も2回目ですよ。合ってる、合ってるの。俺もでした。すいません。俺全然覚えない、人。
人覚えない、人覚えない、いや俺も人覚えないんだけど、うん、マジで覚えれない。でも顔は覚えてるのよ。なるほどね、どっかで会ったことあるみたいな。そうそうそう、顔は分かるんだけど名前は、名前は一応出てこない。そうマジでね、マジで覚えれないし、アイコンやっぱさ本人の顔にしよう、それぞれマジでマジで。あ、ロアさん、ロアさんとかも、まあ皆さん、他の人も皆さんね、こう戻るよさんとかも、うん、もう戻るよさんって言ってるさ戻るよさんもね、高坊戻るよさんね、戻るよさんとか埼玉の坊さんとかさ、みんなやっぱそう、顔アイコン顔にしよう、覚えてますって言われるじゃないですかたまに。あー分かる、覚えてますみたいな、まさに分かりますみたいな、まさに俺レッドカーペット歩いてる時にそれがあって、うんうん、あららららら、今回のあのレッドカーペットあったでしょ、ね、各市町村のね応援芸人として歩くんですよね。そう応援芸人として、うん、俺緊張応援芸人なのよ。はい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 、去年から、いつから、去年から、去年から去年から緊張応援芸人最初が与那国、うん、でその次が竹富町、うん、で次緊張、あんま点々としないって、うん、いや沖縄芸人でも俺3回変わってるからあんまないから、そんな地元は石垣、石垣全然ゆかりのない場所を点々としている、点々としてる彼は。いやまだ竹富になった時に近づいたのよ、うん、まあ石垣に、まあ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 ね、伊東で、ああそろそろじゃあ次石垣に来るかなと思ったら、うんうん、緊張に生かされた、緊張に本当に、そう本当に生かされ、本当の北部、北部に一番遠いところ生かされた石垣から緊張にね、うん、でまあ緊張をね、まあ、一応、うん、応援芸人としてやって、はい、で歩いてたらレッドカーペット、うん、途中レッドカーペット中盤ぐらいで、はい、名前呼ばれたのよ。お、なんかね、ちょこちょこありました、りょういちさんみたいな、あったでしょ、ありましたありました。で名前呼ばれて、うん、で女の子、女の子2人と、うん、で男の子2人、男の子、ああ4人グループ、そう、まあ20代前半ぐらい、若いね、中盤かな、若い、まあ言ったら、うん、俺よりは、まあ、ちょっと下だろうっていうぐらいの、うんうん、でよ呼ばれて、はい、でおーって一応言うさ、呼ばれたの、まあ、呼ばれたらおーって言うね一応言うさ、言う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 、もちろんもちろんな、無視とかしないよ、うん、で呼ばれたから愛嬌だけでやってるからこっちは、そうそうそう、うん、で呼ばれておーってやって、うん、覚えてますって言われた、来た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 、おー来るよーって絶対わからんやつだ、絶対わからん、おー来るよー、うん、口開けよ口開いて喋る、おー来るよー、うん、いや一国道みたいに口閉じて喋ってるえで、うん、で名前をなんか言ってたような感じもしたけど、なんか何々ですみたいな、そうちょっと聞こえなくて、うん、はいはいはい、俺の声援がちょっとすごすぎて、はい、声援がすごすぎてね、その周りのね、あ、緊張応援芸人に対して、うん、あグレキンだ、緊張応援芸人のグレキンだーうわーそんなないでしょ、いやそんな押されてた、うん、緊張応援芸人、そうなったばっかなのに、なったばっかりなのになったばっかのくせに、ギャー、うん、助けてー、あららら、ら、え、助けてー、なんかに巻き込まれてるうわええ緊張応援芸人助けて、警察いやいやそんな警察止まるから一旦一旦一時止まるから、で、まあ、声援がすごくてね、はい、で一応名前言ってたけどちょっと聞こえなくて、なるほどね、でその隣にもなんかその子の友達がいて、まあ、4人だからね、男女4人グループ、でこの子一番いいな、なんか何々覚えてるって言われた、そいつもかい、そう何々覚えてるってその子が聞いて、うんうんうん、こいつ、こいつなの、主体というか、主体はね、こいつのことをみんな覚えてるかどうか確かめたいってこと、そうそう、いや、いやいや違う、最初俺に声かけた子が、うん、まあ、A だとして、そう、A、 女の子、 A がいて、そう、女の子 A、 その隣に B、 女の子、うん、B の女の子、うん、で、この子は喋ってないのよ、うん、ずっと、うん、で、ずっと喋ってなくて、で、この子覚えてる？あ、なるほどね、 A が聞いたのよ、俺に最初 A が、うん、クレキンさん覚えてます？みたいな、そうそうそう、で、覚えてるよって、覚えてない、覚えてるよ、覚えてなかったと、覚えてないよでも見たことはある、で、次、うん、じゃあ B のことを、じゃあ覚えてるって、うん、そう、 B A がね、そう、うん、B のことを、うん、A が覚えてるって、そう、覚えてる、うん、で、おー覚えてない、おー、覚えてるさ、覚えてないって言ったら、絶対覚えてないでしょ、絶対覚えてないわ、
覚えてないて覚えてない正直に言った方がいいもんね、覚えてないこれは、うん、でちょっと話してますよと思って、うん、で誰か芸能人来たっつって、うんうん、芸能人誰か通ったあんまレッドカーペット長々喋んなよさっさと歩けよ芸能人誰か来たっつってサインもらったよとか言って、うんうん、なんか一応サインがあって、うん、そのサインももう見てない、もう俺誰か思い出すためになるほどね回転してたからる、うん、もうそのサインもパおーって言って、うんうん、で写真撮ろうって言って、うん、で写真はあの、うん、携帯渡されてでインカメでね、いいなレッドカーペットのとか、うん、パシャ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 撮ったけど、うん、もう映ってるかどうか分からなかったのよ、画面がもう暗くて、うんうん、で逆光かなんかでも、なるほどね、映ってるか分からなくても、はいはい、何枚か写真パシャ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 、うん、撮ったら、うんうん、もういいよ行ってって言われて、え急に突き放されたもういいよ行って、なんだ長かった長かった長かったのか、うん、俺が絡み方間違えてたのか、なるほどね、そうあんなに覚えてるとか言ってたのに、そうそうそう、急にで俺は一個、うん、この人かなっていうのがあって、はい、俺の友達のいとこ、うん、ああなるほどね、そうだからまあ石垣の、後輩、なるほどと俺は思ったのよ、うん、最初にね、うん、って思って絡んでてずっと、うんうんうん、で最後終わって、うん、でその次の日に、うん、その俺の友達ね、うん、だからその俺が友達のいとこだと思ってる向こうの友達、うん、友達は同級生だから俺、いや、うん、そう、うん、その友達のいとこだから、うん、で、あの、そのいとこは何、友達に今どうなってる、登場人物今どうなってる、俺の友達に、うん、そのレッドカーペットにいたのが俺の友達のいとこ、ね、いとこね、うん、いとこ、そうで、その友達の連絡したわけよ、うん、あ、いとこ、そう、うん、いとこはあのレッドカーペットに来てたよな、うんうんうん、そしたら、うん、あ、マジいたわみたいな、うん、ちょっと聞いてみるわって言って、うんうん、聞いたらしいのよ、うん、そしたら、うん、レッドカーペット行ってないって言ってる、あらじゃあもうな、振り出しに戻った、じゃああれは誰だその子たちはいたのか、本当にあれはじゃあ誰なんですかって俺はずっともうさずっと気になってて、教えてくれよ、行きましたよって、だからもしこのラジオ聞いてたら、うん、教えてほしい、むずい、マジでもうごめん、俺は覚えてない、うん、覚えてるじゃなくて名乗ってほしいっすよねマジでね、誰々ですって、あ、そうな、誰々ですって、そう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 、だから本当にそう言ったらもうあのノアさん、うん、ノアさんとかめっちゃ良かったよね、あの、あ、そう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 、ロアさん、ロアさん、ロアさん、ロアですって、ロアですって言ってきてくれたから、それはロアだってなって、それはもう最高です、そうそうそう、それめちゃくちゃ良かった、こっから先のもう話が、うん、もうそれは広がります、そうそうそう、あ、ラジオでっていうのでね、うん、ラジオの話もできるし、順調に喋れます、そうそうそう、こっから先覚えてるはもうやばい、やばいですね、無理です、覚えてる、だから俺も自分からなんかその覚えてなさそうな人とかいたら、うん、声かけるもんな、あのグリキンですって、あー、なるほどね、おっす、グリキンです、自ら、おっす、オラ悟空みたい、おっす、グリキンです、おっす、グリキンです、弱そう、弱そうかーめー、おー、来た来た来た、はー、うん、めーかーかめかめかめやべー、おっす、グリキンです、グリキン、何も怒らず挨拶したって言うけど、俺はもうだから、覚えてるとか言われたら、うん、もう絶対覚えてないから俺は、うん、覚えてないよな、うん、覚えないから、うん、ヒントちょうだいっていうように、ああなるほどね、うん、ああごめんなさい、あのヒントくださいって言うようにしてる、じゃあお前覚えてないだろうって、そうそうそう、あっちゃなる、そう、いやいやいやみたいな、あ、わからないんですかとか、なんかちょっとけん、あ、なんか変な空気にはならない、はいはいはい、ヒントちょうだいって言ったら、なるほどなるほど、これは使ってますね、あ、ごめんなさい、ヒントくださいって、いいなそれ、うん、っていうのを初恋のケンゴさんから、あ、うん、伝授してもらい、はいはいはい、うん、これいいよっつって、ヒントちょうだい、ヒントちょうだいって、うわ、これいいですよ、いやでもそのヒント与えられても、うん、出てこない時とかあるさ、うん、の時はもうどうすんの、答えちょうだいっていう、ね、もうごめん誰だっけ、誰だっけっていうことね、そう、ごめん誰だっけっていう、うん、だからこれがあるだけでちょっと和むというかね、はい、あ、そう、うん、和むか、和まない、ヒントちょうだいっつって、
いやごめんなさい、ヒントください。それ結構なんかリスキー、うん、いや、なんか一撃でいや、あーうーんすいませんとか言うよりは、あーまあまあまあ確かに確かに、そうね、うん、まあそれよりはいいな。そう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 、ヒントちょうだい、ヒントちょうだい、使ってください皆さん。本当になんかもうあれか、その知らないふりでずっと行かないってことね。そう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 、絶対どっかであのなんだろう、合わないとこが出てくるから、はいはいはい、バレるからね。なんかいやだからこうなんていう、この昔あって、うん、でそのしばらく経ってもう何年後かね、うん、何年後かに会う人って、うん、なんか変わってるさ。変わってる絶対に、うん、でなんなら学生の時とか、うん、知ってた人、はいはいはい、大人になって会ったら、うん、全然違うさ。違う、マジで違う人とか多い。特に女子、女子女子はもう全然違うさ、うん、そうね、変化がね。学生の頃はもうみんなすっぴんでしょ、うん、全員すっぴん。確かに確かに、化粧して。そう、同級生とか、そうそうそう、で制服、うん、みんな同じ格好でしょ、うんうんうん、ですっぴんでしょ。そうで、だから大人になっておしゃれして、うん、メイクもして、うん、会ったら、うん、分からんよ。そうね、マジで分からないな。てかそういう時こそね、うん、誰々だけどね、そう覚えてる、そういう人っていうか同級生こそ覚えてるって言うんじゃん。あー、だから言ったら覆面かぶってるのと一緒だからな。いや言い過ぎだろ言い過ぎだろ、化粧のこと覆面って言うなよ。いや、なんて言う、じゃじゃじゃ、ベリ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 。そうだ、だからこの違うから。まあね、うん、化粧がね、こういう人もいれば、まあすっぴんに近い人もいればね、うん、いやいや、そういうこと言ってるんじゃないよ俺。ええ、そういう、いや、それ覆面でしょ。そういうこと言ってるんじゃないよ俺。それの覆面ってことでしたか。違う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 、だから、かぶり物してると一緒ってことよ。レスラーみたいな、うん、化粧してるかどうかってこと。別にレスラーの覆面じゃなくてもいいけど違う、あ、そういうこと。そうそうそう、はい、喉元、喉元まで出てきそうなんだけど、ヒントいただけますかとかどうですか。あ、一言ね、付け加えてね、もう分かりそうなんだけど、うん、ここまで来てるんですけどっていうね。あ、なるほどね。あ、これの対処法な、そうね、てか聞く方も それまでのそれほどの覚悟を持って聞いてくださいってこと。そうだな、覚えてますっていうのな。そう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 、うん、生半可な気持ちで覚えてますっていうのは聞かないでくださいってこと。覚えてなくても傷つかないんだったら、うん、そう覚えてますって聞いてほしいな。そう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 、うん、だから俺らがあーすいませんってなったら、変な感じになったらもうそっちが悪いです、うん、あー、うん、そうだな、そう、そっちが完全に悪い、うん、100、もう100ゼロ、出題者が悪い。そう、出題者が悪い出題した問題が悪い、これは。そういうことだよな、うん、もうしゃあないです、これは、ね、それ覚えてたら覚えてるし。そう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 、そしたらもうハッピーだけどね。そう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 、うん、でいくつに見えると一緒よ。あー、うん、それもうそれだけの覚悟を持って聞いてくださいってこと。いくつに見えるね、いくつに見える、女性いくつに見える、やば精神年齢ですか。どっちですか。どっちもどっちも1です。どっちも1 いや間違いないですね。あ、じゃあちょっと一旦 CM いきます。はいはい、一旦 CM です。すごい画質がやば、おしゃれ、うん、めっちゃいいな。すごいな。カメラアングルいいですね、よく見える。なんかテラスハウスみたいじゃん。確かに。6番のレンズですか。1が喋りました。ちゃんと金額を言う。6番のレンズやっぱマジで。テラスハウスもじゃあ6万で撮ってるんだ。いや、もっとかかってるだろ。もっとかかる、何十万だろうな、あれ。シャツの繊維まで見えますね。モドリオさんが言ってる。シャツの繊維まで見えてる。モドリオさん。では10秒前。これ、あ、間接照明でこの感じになってるのか。これ何、間接照明でこんな感じ。いやいやいや、いや間接照明でじゃないよ。アナフラワーの19時からだよ。アナフラワーの19時からでございます。CM の間間接照明の話してるのかな。
いやなんかね、あのツイキャスのね、うん、このカメラのアングルというか、めちゃくちゃ、ね、かっこよくなったんすよ。めちゃくちゃいいっすね、これね。6万のレンズで。6万のレンズで撮ってますからね。そりゃそうですよ。6万6千円のレンズで。6万6千円、消費税入れて。消費税入れて6万6千円ですね。入れて。はい、ありがとう。あ、込みで6万だった。あ、すごいな。税込みだった。税込みで、ネットで。税込みで6万。ネットで購入でございます。いいですね。ありがとうございます。いやー。なんかあったかなと思いましてね。おう、あった。いや特に何もなかったね。俺最近マジで運が悪くて。あら。運が悪いんですよ。非常に。最近？いや最近というかもう今年に入ってからかな。まあ、ライブも遅刻したりとか。いやまああれは遅刻じゃないけどな。ね、先々週喋りましたけどね、うんうん、ライブを遅刻して ETC つけてたからね。そうあれはでも遅刻じゃないから。遅刻じゃない、うん、遅刻ですか、ね、あれは遅刻じゃない、ね、あそうですか、うん、まあ本番は間に合いましたけどね。そう、まあ、ちゃんとなんていうその時間持って行って遅れたっていうね、うん、はいはい、よめちゃくちゃ余裕、5時間以上余裕持って行ったけど、はい、まあそのな、うん、取り付けとかに混んでてね。混んでて、うん、まあ、それしゃあない、しゃあない遅刻。はい、うん、遅刻にしゃあないないですか？いやあるでしょ。あ、そう。しゃあない遅刻だよこれ。はい、何、うん、なんか他に運が悪い。いやなんかお化けとか信じる？信じる。お化け信じるでしょ。お化け大好き。でも霊感ある？ない。霊感ない。俺なんかついてないかなと思って。ああ、俺が霊感って見えるんだったら見てみたいなこと。うん、でもついてるよ。あ、ついてる。ついてる。あ、マジ？多分。ついてる。なんかでかくなってるもんね。なんかブレキン自体が。あ、体が。年々。うん。あ、まあまあ、体は確かにでかくなるな。でかくなってってるもんな。いや、なんかもうここ最近そのギャンブルも勝てないし。ギャンブル？うん。あ、まあ勝てないというか、そのやれてはいるのよ。はい、ちゃんと当ててはいるんだけど、そっから伸びないというか、うん、ああなるほどね。もうありえない終わり方するとか。これ霊障関係ないだろ。いやあると思う、うん、霊障、うん、幽霊がギャンブル負ける方向に持ってってるってこと。まあそれもあるし、うん、それもあるしよ。であとそのネズミ捕りあるさ、粘着のやつ。粘着のやつ、はいはい、あれにも引っかかるし。どこに置いてんの？どこにあったやつ？なんかどこ歩いてんの？その裏路地？バイトでね。どっかのキッチンの裏とか入ってる。そう、キッチンにあったのよ。キッチンに、いやあったというか、はい、まああったんだけど、はい、下に置いてあって、うん、で俺それ知らなくて。そんな人がよく通るとこに置かんでしょ。もう人が通るとこ。もう入り口にあって。うん、で俺これ知らんから、そんな本当にネズミ捕りかこれ。だから俺ネズミが引っかかるのにも引っかかるのよ、うん、ネズミが引っかかる。そう、ね、なんだ。でも それもつくし、うん、なんか普通にこの街とかでガムとかも踏むし。あら、めっちゃ粘着系に、うん、もうマジでついてないのよ最近。なるほどね、うん、なんだろうな。信号めっちゃかかるし。いや、まあまあそれはまあタイミングがね。信号めっちゃが全がかり、全がかりよ。あの信号引っかかるのにはね、あの対処法ありますよ。何よ。俺もこれ毎回これなんでって思うんだけど、うん、あの信号待ちの時に爪切ろうとか思う時がある、うん、ああはいはいはい、はい、爪切りを常に車に入れてて、信号待ちの時にちょっとあの爪切ろうかなと思う。縁起悪そうだなそれ。あ、そうそう。なんか知らんけど、うん、縁起悪そうだな。でもこれって別にね、あの違法じゃないでしょ、うん、違反じゃないでしょ。まあ別にじゃないんじゃない、じゃないでしょ、うんうん、とか爪切ろうと思ったら一、うん、回もかからずに帰宅できるとか。へえ、毎回何か。いやいやいや、信号待ちの時に何かやろうって時に毎回、うんうん、あ、そう、わかります？わかる。これ何だろうっていう。信号待ちの時に何かしようと思ったらかからないんだ。かからない。いや、こんな時に限って。あー、そう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 、こんな時に限っての時ね。お、なんだ、でっかい声で普通の声でした。びっくりした。こんな時に限っての時だろ。そう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 、わかるわかる、それはわかるわ。なんかさ、シートの下とかに、うん、なんかポロポロって何かが落ちて、うん、あ、これ信号待ちの時に取れるかなと思ったら、うん、もうかからないとか。へえ、ね、あるんすよ。あ、そうそう、意識してるからってことか。じゃあもしかしたら、
あ、むしろかかりたいんだ。そう、俺はもうかかりたい。あー、かかりたい時にはかからない。かからない。あー、本当にもう、だからもうだいぶ前で黄色が見えたら、もうだいぶ前からもう、あ、変わりそう、もうだいぶ前から止まる準備はもうしたいぐらい、もう早くかかってくれっていう状態、全然もかからない。あ、そう。スムーズ。じゃあ逆になってるんだ。逆ってことね。そうよ。だよな。逆だ。俺もだから信号かかるのが嫌だってことは、だからかかりたくないってことでしょ、うん、はいはいはい、はい、そういうあの気持ちの時には、うん、はいはい、もう引っかかります。あ、じゃあ信号かかりたいと思ったら、そう、かからないでいけるんだ。そうそうそう。いや、思えるかな、逆のこと。でもでも、だからこれを、あ、かかりたくないからかかろうって思おうっていうなったらダメ。あー、なるほどね。それはわかる。あー、はいはい、わかるわかるよ。そうそうそう、わかるわかる。じゃ本当に何かしたいっていう時にはかからない。あー、これなんすかね。マジでマジである。毎回ある。あ、そう。うん。じゃあついてないんだ、逆に。運が悪いってことね、それは。はい。で、その運、自分からしたら運が悪い。あ、そうそうそう、俺からしたら運が悪い。あ、俺からしたらね。で、他の人からしたら、いや、いいじゃんってなるかもしれないけど、はい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 、俺信号かかりたい。あ、なんかしたい時に。そう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 。あ、あー、なんかいろいろ、わ、いろいろ来てる。いろいろ来てる。みんなの運が悪い。どうしました、皆さん。大丈夫ですか。ちょっと、どうする、読まんと、読まんと。大丈夫。みんなのね、ストレスになるから、ね、読まんでよ。聞こう聞こう。モドリオさん、うん、沖縄は知らないけど、うん、東京のバスは、東京のバスには信号機を赤にしないで青を長めにする装置が装備されている。そんな、知ってたんですか。マジで。何それ。東京のバス、じゃあかからないんだ、東京のバスは。あ、確かに俺東京のバス運転してたかも。いやいや、そんなわけあるか。なんでお客さん乗して信号待ちの時爪切ろうしてれば。やばだったかも。爪切ろうじゃないよ。そうだそうだ、なんかそんなわけあるか。お前小回り効かんなとは思ってたけど、軽だろ、乗ってるの。軽、東京の軽、うん、東京の軽ですね、はい、A ナンバーだろ。違う違う違う、なんで外国の外国のやつやし、Y ナンバーの。そうなんだ、めっちゃすごくないこれ。それいいな。じゃあバスの後ろとか走っとけばもうかからないってことか。いや、沖縄はでも違うんじゃない。あ、そっか、東京のバスだけ。沖縄のバスめっちゃ信号かかってるの見るもん。確かに、うん、沖縄のバスって時間守らないっていうのが、うん、そういうことか。手上げないと止まらんしね。いや、タクシーあ、乗ります乗りますって。本当なのこれ。俺あんまバス乗らんかわからんけど。いや、俺なんか見たことあるよ。俺手上げてる人。うん。なんか出発しようとして、うん、なんか後ろからバーって走ってきた人、 あ、乗ります乗りますって言って、乗りますってあるんだ。ほんとドア閉まって走ったのに乗せてた、うん、あー、えら、うん、東京のバスではそんなのないのかな。多分乗せないと思う。乗せないんだ、時間ぴったりだから、ね、目合ってても多分乗せない。目合いながらプシッそうだすいません、時間減速だな。そうなんだ、うん、すごいな。知ってるのは東京のバスだけです。それいいな。あ、でもう一人が、はい、一人で担任をしてて、うん、学校のかな、はい、夕方子供たちがお残り部屋に移動させなきゃって時に限って、うんこされると。どういう、どういうこと。一人で担任してて、あ、一人でパタパタして忙しいね、うん、で子供たちを夕方、うん、まだお迎え来てない子たちを、うん、お残り部屋っていうね、もう、うん、もう一つの移動部屋に移動させる時に限って、うん、うんこされると。どういうこと。分からん。どういうこと。分からん分からん。2回読みましたけど。俺今噛み砕いて読んだけどね。どういうこと。ごめんなさい、2回うんこしただけだ。2回うんこしただけでした。うんこされるって何。うんこされるトイレに行きたいって言うってことなんだ。違う、あれでしょ、あの言ったらあのこう移動させないといけないって忙しさの中、うん、子供がうんこして仕事が増えるっていう。ああの担任だから、あの、うん、洗わないといけない、片付けないといけないとかの手間が増えてしまうっていうことね。あ、うん、そういうことか。うんこ待ちがあるってことね。うんこ待ちがある。子供のうんこ待ちがあるってことか。はいはいはい。それは東京のバスにもついてるのかな。いや、東京のバス、うん、うんこしないの、うん、こどういうこと、どういうこと。うんこ待ちしないように、ま、で東京のバスがってこと。便が引き下がるっていう。
装置がついてるんじゃない、信号を青に変え続けるかのような、うん、電引き下がり装置がついてるんじゃない、めちゃくちゃ欲しいわこれマジで、うん、俺も電、あーそうですか、あおむつの中とかにされる、あーそういうことね、あーそれぐらいの子供ってことね、あーそうですか、あなんだ先生やってるんだ、さとみさんは、さとみさん先生なんだ、見えない、パブロフの犬現象、パブロフの犬ね、何パブロフの犬現象って何、パブロフの犬よパブロフの犬だ、発情している犬か、パブロフの犬よ、パブロフの犬って何、パブロフさんの犬じゃないパブロフさんが飼ってるあそういうこと、うん、パブロフの犬ってこと、なんかでも聞いたことある、パブロフの犬現象ってめっちゃ聞いたことあるけど、どれ今俺いろいろ読んだから、今よだれ止まらなくなるエピソードありました、よだれが止まらなくなる犬のことをパブロフの犬、正確には同じことを繰り返すと学習するってことを犬で実験した話で、はい、なるほど、あの餌を与え続けてると、この何かあの電気が走ったら餌を与えるとかってやると電気が走っただけでよだれ出てくると、はあすごい、それをパブロフの犬っていう現象で例えられます、あ、現象であるんですね。賢。パブロフの犬。パブロフの犬でどれが今パブロフの犬の現象だったの？信号待ち。あ、信号待ちのやつ？あ、あれじゃん。うんこの話じゃん。ああ、なるほどね。放課後この時間。移動するっていう時にうんこが出てしまうってことか。そうそうそう。それがもう今パブロフ状態ってこと？うん、でもそれ。それあるんじゃん、でもパブロフのお肛門ってことね今パブロフのお肛門現象それあるよね、でもいやあるかもね、この時間になったらこの時間になったらお腹痛くなるっていうのあるわ、あるかもあるかも、あるね、朝これやったらお腹痛くなるっていうのあるね、うん、ある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 、あー朝クーリッシュそうね、朝から冷えたもんお腹に入れたらそりゃなるね、なるなーとかお腹痛くなるよ。天一とかもねすごかったな、俺は聞いた、ね。あ、天一。聞いたね、天一は。天一はお腹痛くなるまでが天一だから。何それ、帰るまでが遠足みたいなやつ、毎回言うやつ。トイレ行くまで。トイレ行くまでが天一。そう。あ、そう。お子さんがうんこしてしまう、移動すること。そうか、すごいね。それがパブロフの犬現象ね。いや学びましたね、俺は学んだね、学んだ、多分俺使うわ、俺も使うわ、うん、あーこれパブロフの犬だね、パブロフの犬だねって、うん、パブ犬じゃんお前、パブ犬パブってるね、パブ犬だろそれ、あいや言いたいね、いやまあパブロフの犬の現象お前パブ犬って略すな、あーもう一人も出てきたんだ今、うん、あそうそうそうもう一人も出てきたそうそうそう、いやいいね、いいですね、学んだな、ありがたい、なんだ、あラジオネーム、あ、コメント来てる、お、何、どうした、パンケーキなでたいさんから、あ出た、パンケーキなでたい、パンケーキなでたい、パンケーキなでたいね、朝起きて、あ、これ多分あのついてるついてないのやつだな、はいはいはい、はい、朝起きてすぐおまじないが効果的です、お、何、どんなおまじない、それは来てない、それ俺多分やる、やる、なんだろうな、教えてくださいよ、おまじ朝起きてのおまじない、朝、いや怖いな、でも朝起きておまじない、うん、怖いな、怖いよ、どんなおまじないか、どんなおまじないかによってはやるやらないあるよ、ね、どんなおまじないなんですか、いやまあ大喜利みたいに振るなよ変なの来るだろ、そしたら教えてください、いや本当のやつが、本当のやつ聞かして、本当のやつ、どんなおまじないなんですか、本当のやつがいい、本当のやつがいい、うん、まあ、マジでね、あの運が悪いみたいな、そうそうそう、ちょっと、あの変えないといけないから、そうね、うん、うんうんうん、はい、さあということで、じゃあちょっとあのあどうした、パンケーキなでたいさんが来ました、はい、来た、おまじない、はい、はい、それは知らん、ごめんって来た、おい、何それ何それ申し訳ない。自分で何か考えれってこと？すいません。とりあえず何かおまじないを知れば効果的だと。あ、唱えるってことね。うん。それ知らない。ああ、そういうことね。はい。じゃあちょっとこの後ね、あの、うん、いろいろコーナーやりたいですね。あ、コーナーあるんだ。はい。なのでその前に一旦ちょっと CM いきます。はい、お願いします。CM です。あ、れ。ん？おまじない、おまじないだ、今日も
綺麗な人に会いますようにとか、ああそういうことね。そういうことね。自分でやるってことか。じゃあ今日パチンコ買ってますようにとか、あ買ってますようにとか。勝てないよそんなやつは。そう、言霊よ言霊。言霊はマジであると思う。うん、そうよ、うん、なんかね、やりたいことを 言い続けたらそう、うん、叶うみたいな。言霊はあると思うね、うん、ええんちゃう言霊。朝起きた時に、うん、もうずっと とりあえず発する。あで、これ毎回変わったら意味ないんじゃない。あー、じゃあもう全て、そうそうそう、じゃあ朝起きて、うん、すべてうまくいきますようにっていいんだ。あ、それでいいんじゃないですか。うん、やってこう。はい、花村の19時からです。クレキンです。花村亮次です。朝起きて、うん、おまじないをしたらいいんじゃないですかと。そうで、それで、うん、俺はもう今日から朝起きたら、うん、すべてうまくいきますようにって言います。すべて、うん、欲張るね。いや、もうそれぐらい言った方がいいでしょ。強欲よ。まあそうね。うん、大きければ多いほどもしかしたら叶うまで時間かかるとかじゃない、うん、朝起きて。でも俺たまに、うん、うん、朝あの水あるさ、はい、うん、まあ仕事に行った時とか、うん、朝仕事行って、うん、その会社に入る前とか、うんうん、その室内入る前とか、はい、太陽あるじゃん。太陽、太陽を見て、うん、水飲むっていうことを。何それ、何怖っ、何すかそれ。太陽エネルギーをなんか、うん、なんか大地の力を吸収するみたいなイメージで、うん、太陽を見て、うん、水を飲んで、うん、ふわーって、うん、めっちゃ空気吸うっていうことをしてるのよ。そのタイプじゃないでしょ。いやいやいや、俺そのタイプよ俺。マジ？うん。そんな？そう、だから朝起きて、自然のエネルギーとか、そう、吸い込むタイプか。朝起きて、うん、全てうまくいきますようにっつって、うんうん、で外に出て、うん、太陽を見て、うん、水一気飲みして、うん、深呼吸する。あ、なるほどね。それめっちゃなんか良さそうじゃん。良くないの吸い込んでんじゃん。だから運が悪い、運が悪いってことは。それが良くないんじゃん。これ最近やってないわ。大地が舐めんなっつってじゃないか。おい、こいつマジで変なことすんなって言ったのか。大地が変なことすんなよ。おい、ちょっとこれ実験してみよう。地球パワーね。ちょっと3ヶ月ぐらいやってみよう。あ、確かにね、うん、そしたらまた変わってくるかもしれないしね。あ、ラジオネーム、はい、チーチーレモンさんから来ました。チーチーレモンさんから来ました。チーチーレモンじゃなくてチーチーレモンですね。チーチーレモンだ、はい、チーリちっちゃいイーのチーチーレモンですね。かわいい、はい、あ、クイズ、あ、クイズのコーナー、クイズが始まりました。じゃあやろうクイズ。はい、チーチーレモンさんからいただきました、はい、クイズ、うん、アブラカタブラの意外な意味とは。アブラカタブラの意外な意味とは。はい、クイズ、クイズみたいな、謎謎。いや、クイズ、普通のクイズか。選択問題ね。アブラカタブラの意外な意味とは、はい、あ、選択、選択問題。あ、はいはいはい。 A、うん、いただきます。はいはい。 B、ごちそうさま、うん、C、うん、悪霊退散、うん、D、花粉症退治。あ、さあどれね。答えはないように、アブラカタブラ、そう、皆さん答えはないように、答えを、コメント欄に書かないように。 A はいただきます、いただきます、はい。 B、ごちそうさま、ごちそうさま。 C、悪霊退散、悪霊退散。 D、花粉症退治。これはないな、三択だな。三択、うん、あ、花粉症退治はない、うん、でも一応アブラカタブラの意外な意味とはだからね。あー、アブラカタブラって聞いたことあるもんね。アブラカタブラツルリンコでしょ。何それ、ツルリンコってなんだよでしょ。いや、アブラカタブラの方じゃなくて。そう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 そっちかいってこと。あの、いや、あれちびまる子のよ、ちびまる子の。あ、そんなのあったっけ。ちび、あ、まるちゃんって言ってる。へえ、ちびまる子ちゃん、いただきます、ごちそうさま、悪霊退散、花粉症退治。アブラカタブラって叫ぶもんね、なんかアブラカタブラって。はいはい、言うな。俺はでも B かな、ごちそうさま。うん、あ
いや俺でマジ A かな。いただきます。いただきます。いただきます。なんかみんなで油かたぶら。油かたぶら、いや油かたぶらってごちそうさんじゃ。ごちそうさんって言ってるでしょ。油かたぶら？いや今から食べるときに油かたぶらってなんか。あー違う。なんかお腹いっぱい感がある油かたぶら。油かたぶら、うん。油固まるだーっていう人もいる。油。油固まる。ほらほらそういうことでしょ。あなるほどね。それが重いってこと。だからそのかぼちゃみたいな感じで。うん、かぼちゃ、うん、だからかぼちゃもカンボジアから来たやつでしょ。ああカンボジア、カンボジアかぼちゃ、かぼちゃなって、だから油かたぶらも、うん、油固まるだから、うん、あのそのごちそうさん、ごちそう油固まるだーで、どこで田舎のやつなの。天ぷらいっぱい食べて、うん、油固まるだーから油固まるだ、油固まるだ、油固まるだ、油固まるだ。変われや、変われや。全然変わらんやし。本当にただ胃もたれしてるだけやし。油固まるだ、うん、油固まるだ、うん、油固まるだ、うん、油固まるだ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 。変われやだから。変われよ、おい。全然アハ体験できないやし、これ何になるんだっけ。じゃあ油かたぶらにいつ変わるわ。油かたぶらになる。ずっとこいつお腹押さえて胃もたれしてただけなんだよ。つるりんこがヒントですか。そうだからあのまるちゃんのエンディングだったんじゃないかなこれ。エンディングってことは最後でしょ。そう最後だからごちそうさんでしょ。ごちそうさまだ。そうあなるほどね。うん、つるりん、あでもつるりんこって滑るからね。油かたぶらつるりんこ。つるりんこってなんだよ。運が悪いってことでしょ。だから悪霊退散でだから悪霊退散。俺は C。 あ C、うん、じゃあ正解は、正解は何ですか。あのチーチーレモン、チーチーレモンさん、チーチーレモンさん、チーチーレモンさん。うわ、あこれもしかしてあれかな。何この C。 あー C、 えこれ嘘だろ。これ正解は C。ちょっと待ってよ、まさか。そこも込みだったんじゃない。答えが来ました。おう、うわすごいなそれ。答え何。答えは、うん、D でした。 D、D、マジ嘘。花粉症退治、油かたぶら、何絶対嘘。 C 関係ないんかい。マジ油かたぶら、ちょっと A を連呼しすぎてちょっとややこしいんですけど、一応 D。 油かたぶらの意外な意味。意外な意味、花粉症退治。退治本当か。絶対嘘これ。どこソース、ソースどこ。そんなソースは、そんな嘘をこのラジオで言っちゃダメよ。そうよ、こう本当にこれもう全国に届いてんだから、うん、この嘘が広まって。そうまあ、沖縄花粉症ないからいいけど別に。まあね、まあね、別にいいけど、県外とかね、うん、おお油かたぶら、みんな叫ぶかもしれんど。このな、その行った人が恥ずかしくなるからな、これな。そうよ、うん、これね、ね、発起人が。だから、あのなんていう、俺らがまた別に、うんうん、その雑学として、うん、油かたぶらの本当の意味わかる。うん、ちゃんと言うよ、俺実は、うん、花粉症退治なのよ。だよ。そしたらみんなええー、となるさ、うん。そしたら そいつらがまた別の人に、うん、そう油かたぶらの本当の意味わかる。なんでそのしゃくれてるわこいつら全員。でそれでまた、うん、またこれが嘘が広がってな、うんうん、大変なことになるよ。そうで、あのチーチーレモンの元に戻ってくるわけ。そう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 。チーチーレモンに油かたぶらの意味わかる。えこれ私が言ったんだよ。あーすごいな。本当だったらすごいな。どこの国なんだろう。まず俺は信じてないよまだこれ。ソースあるって。えソースはちゃんとある。ソース油ソース料理のものじゃなくて、なあのソースっていう、あのソースっていうこの元、うん、あ元はね、あるあーソースっていうんだ。ソースっていう、へー。はい、そしてメールが来てます。メールありがとうございます、はい、ラジオネーム、はい、
まんまる猫です。まんまる猫。まんまる猫さんから。まんまる猫さん。はい、まんまる猫です。いいじゃないですか、かわいい。はい、こんばんは。こんばんは。キー局の番組聞いていたときに一瞬使ってた名前を使ってみましたよーんって。まるまる猫さん。まるまる猫さん。ああ、にゃーにゃーまで。にゃーまでついてたから。あ、まる。ちょっと言わないと。まんまる猫です。にゃー。ああ、いいですね。それは。ああ、いたいた。本当の猫。猫飼ってるんですよ、ここ。飼ってるんだ。刈り上げてる猫がいるんです。サイド刈り上げ。サイド刈り上げの猫がいるんですよ。桜耳の。そう、だからちゃんとね、ちゃんと桜耳。地域猫。はい。なぞなぞ的なのを出そうかと悩みました。はい。出しません。出しません。ゴールデンウィークお仕事たくさんですか。行けそうなのがあれば行きたいなと思ってます。出しません。出しません。なぞなぞ的なのを出そうか悩みました。悩みました。出しません。出しません。出ませんじゃなくて出ませんでしたじゃなくて出しません出しませんなんだそうあるけどねあるけど、うん、持ってます言うなじゃあ言わないでいいです、はい、ロアさんそれはさすがですまんまる猫さんまんまる猫さんは出しませんよいやーじゃないですよはいゴールデンウィーク仕事ありますかゴールデンウィークね、うん、仕事ある仕事ないかゴールデンウィークでしょないね、うん、ないないあそうですかあるいや、ないですね。いや、ゴールデンウィーク仕事したらダメじゃないの。いや、違う。みんな休みましょうの日じゃないから。そうなんだ。そう。みんな休んでいいようじゃないんだ。違いますね。ゴールデンウィーク。いや、忙しくなりたいのに。あ、そう。全然。ちょうどいいんじゃない？もうゴールデンウィークいいよ、いいよ。仕事なさすぎるって。働かないでいいよ、全然。俺ら仕事ないって。映画祭映画祭とか。映画祭も別にあったでしょ。いやだけど、うん、他の人たち見た何いっぱいしてたの他の、市町村から飛び出しできてで飛び出しで帰るみたいなのとか、まあ、カシスだけでしょいやオリオンリーグさんとかさオリオン、まあ、そのすみます舞台終わってすぐ自転車でどっか行けすみます芸人だからまあそっか、うん、いやあんなのいい羨ましいなと思うけどねほんとあんなバタバタはしたくないんじゃない、うん、あそう、うん、全然貪欲じゃないいやそれはそうよゆっくり行きたいゆっくり行こうよあそう働き方改革だよいやいやいや芸人にそんなの求めんなよ、うん、いやなんでもっと働かんとあそう、うん、怖いな怖い、うん、そんなもんでしょブレキンさんちょっと見ないうちに痩せましたねいやそうなんですよだからそのなんかついてるってことなんですよねそういうことか、うん、あいやちょ体重はね正直俺1年前から変わってないのよあ、そう、うん、何キロ87.87 いや、もう87でいいよじゃん87.87 もう88やしうん、はなはなですねおお。あ、いや、しんありがとうございます87.87で87.87、それをずっとキープしてるおお、うん、なるほどね見えないよね、でもね落とさず見えない87キロ見えないうん俺が80キロ。マジ？うん、80キロ。最近乗ってないけどね。8、いや、じゃあもっとあるよ。ひど。うん、もっとある、もっとある。ええー。いや、俺とそんな変わらん気するもん。いや、80だよ。俺80。体重計ありますないか。80。ああ、そう。はい。なぞなぞ出すか、じゃあ俺が。え、持ってる。持ってるよ。じゃあなんか今メール届いてますか？え？メール届いてますか？うん。あ、来た！ありますね。はい。はい。来ました。いや、これは言わんでいいから。これはいいね。これは、うん。ラジオネーム、沖縄大好きさん。ああ、沖縄大好きさん。はい、どうも、はい。花フラワーのお二人、キャンさん、こんばんは。はい、こんばんは。ああ、キャンさんもこんばんは。こんばんは、はい。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナーです。うん、はい、沖縄大好きです。ああ、その名の通りね。何回も言うね。うん、先週の島全部で沖縄祭、お疲れ様でした。ありがとうございました。実は僕も現地から見に行きました。そうなんですか。あ、そうですか。ありがとうございます。確かにいるなと思ってたんだよ。その人じゃないグレキンさんとか言ったの。うんいるあ、マジ？分からんけどもともと大好きなアニメラブライブの声優さんもレッドカーペットに出られるということなので、足を運びました、うん、そこで花フラワーも見かけましたやっぱり見かけられましたか俺もなんか沖縄好きそうな人いるなと思ってひときわねひときわ輝いてるなと思ってたね、うん、そう、うん、炎天下の中お疲れさんでしたありがとうございました、うん、充実した時間をありがとうございました、うん、そしてこの度5月から何お何よFM 宜野湾で番組を持たせていただくことになりました、そうなの沖縄大好きさんマジ
沖縄好きすぎるね。5月からタイトルは、はい、沖縄大好きの沖縄大好きを叫ぼう叫ぼうお前大事なところをお前何さ叫ぼう叫ぼう誰ですか叫ぼうさん叫ぼうさん高坊さんの戻ってきた時の名前です。これは叫ぼう叫ぼうに変わります。戻れないよ戻れないよ叫ぼうは、タイトルは沖縄大好きの大好きを叫ぼうですね。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、はい、毎週土曜日の深夜1時からの30分、いい、ね、日付変わって、日曜日の時間帯ですね。はい、リスナー沖縄大好きが大好きを叫ぶ番組、リスナーの皆さんからも大好きに関するメッセージを募集しています、うん、メールアドレスは、もういいいい宣伝最後もういい、もういい、もういい、危な、ちょっと、日曜日の1時半、1時半、0時半、深夜1時からの30分、深夜1時から30分、すごいじゃない、沖縄大好きさん、はい、アドレスとかいっぱい送ってきてますけどね、沖縄大好きをさこぼう、さこぼうですね、さこぼうさん。はい、あサコボーがいいんじゃない、あいいじゃないですか、サコボーが頑張ってください、あ頑張ってください、はい、いいね、うん、同志だね、同志です、ね、ありがとうございます。あら、はい、ロアさんからまた来ました。何、はい、クイズ、はい、ウミガメのスープ問題を出します。ウミガメのまんまる猫です。はい、時間なければまた今度で。時間ないんじゃないか。すいません、また今度です。早。判断早。判断早いな。判断が早い。行きますじゃあちょっと。いやでも今日で俺そ結構難しいと思うんだよなこの問題。ああじゃあこれ次読む。ウミガメ的なやつは。これ。だ領事が今なんか謎謎出すとか言ってたんじゃん。もう一個一応謎謎は来てるんだけどね。コメントでも。時間的に簡単な方がいいかもしれない。あ簡単なのあるよ。なんか。マジで簡単なやつ あるあるある。じゃあ俺の出す、じゃあちょっとロアさんのはちょっとまた、うん、じゃあこれ一旦じゃあします、はい、また次読みます。はい、ありがとうございます。これ保存しとこう。はい、保存で、はい、いや勝手にすんなお前こっちのパソコンで勝手に保存するな。はい、保存しました。はい、はい、ですね、パンケーキ撫でたいからも来てますけども、はい、じゃあ俺の言いますか。はい、はい、いいですよ何でも。いきます。うん、問題、はい、ダレン、グレキンが、うん、学校の日に忘れ物をしました。おあと8分で授業が始まります、うん、帰ろうか悩みましたが、うん、一旦帰って、うん、帰ってくるまでに10分かかりました、うん、しかし授業は始まってません、うん、なぜ。はあ、はい、グレキン君が、うん、忘れ物をしました。はい。お家に帰るまでに、あ、授業が始まるまで残り8分です。はい。でも、帰って取りに行きました。うん。帰ってくるまでに10分かかりました。しかし、うん、授業が始まってません。うん。なぜでしょう。時を止めれるから。違う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 何でもありやしもじゃん。そんな問題出すか、おい。出すか、おい。日付が違うから。はい、高坊さん答え C じゃないの。C のいただきたごちそうさま。C 黙れってこと。そっちの C 違うわ。おい、はい、学校まで、うん、授業が始まるまで8分かかります。8分かかります、はい、授業が始まるまで残り8分、8分かかります、うん、でも取りに行って戻ってくるのに10分かかりました。10分かかった。でも授業が始まってません。ほう、なぜでしょう。早朝に登校したからとかじゃないですね。だから授業が始まるまで8分なんだから。8分、うん、授業が始まるまで8分、1時間目が始まるまでに8分、残り8分、8分、8分、おう、1時間目が始まるまでに残り8分、おう、日曜日だったからとかじゃないです。じゃない、平日、平日ちゃんと、ちゃんと平日、ちゃんと、休日じゃない、ちゃんと8分後に始まる、ちゃんと8分後に始まる予定ではね、予定では、うん、だからでも10分後に戻ってもあれ授業が始まってません、なぜでしょう、うん、10分後に戻ったんだ、うん、でも授業が始まってない。そう、
先生が休み、うん、違う違う、分かった、はい、生徒が俺だけだから、違う違いますね、違う違う、危ない、多分答え来てたわ、危ない、お文字、うん、8分後に始まるの、始まる1時間目が8分後に始まります、分かった、はい、1時間8分時間があるから。違う違う、それ1時間目がとかのそれじゃない、それも含まれてるとかじゃない、はい、授業が始まってない、ほんと簡単、単純よ、単純、うん、グレキン君は、うん、お家に忘れ物をしました、忘れ物した、うん、うん、1時間目が始まるまで残り8分、8分でも取りに行った、うん、ね、でも帰ってくるまでに10分かかった、10分かかったんだよな、うんうん、でも授業が始まってない、うん、なぜでしょう、10分かかってない、10分かかった。10分かかった。何、わからん、うん、忘れ物をしてない、してる、あ、してる、してるから家に戻った。でも10分かかったんだよな、8分後に始まるのに10分かかったんだよな、うん、10分かかった、やばい、時間がない、2分は遅刻じゃない。違う、遅刻遅刻、最初変な話してたけど、俺の遅刻じゃないとか、先生の、うん、あ、分かった、時計がずれてた、違う、正確です、時計がずれてたじゃない、違う、答え言う？もうちょうだい、わからん、答え言います、うん、グレキンさんが先生だったからです。うわー、なるほどー、てん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 、なるほどー、ただ言い方をグレキンくんと呼んだだけです。くっそー。やられたねー。はい、ということで、以上でございます。ありがとうございました。俺が先生という頭はなかったな。確かにそうね、うん、授業始まりませんから、そういうことか。はい、ということで、じゃあ今日は以上でございますね。はい、はい、6月に我々単独ライブやりますので、ね、ぜひよろしくお願いしま す。ということで、本日のお相手は花フラワー涼二とグレキンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。単独いつですか？6月の16、16、日曜日、日曜日、6月16、また来るね。ありがとうございました。行きたいなぁ。ぜひ来てください。来てくださいよ、キャンさん、あのバブルガン持ってちゃんと黙れましたね。迷惑客じゃん。さすがにライブで余るから大変でしょ。ありがとうございました。皆さんどうも。また来週。